はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、早くもエクスペボリューム2予想しとこうかなということで、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということでね、先日投票が行われてました、エクスペボリューム2なんですが、まあ、今年のね、だいぶ、まあ、新体制もね、整ってきまして、こちらの話ね、早くももうできるようになってきましたということで、まあ、ちょっとね、余裕があるうちにやっておこうかなというね、混沌で、はい、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。本日はですね、札幌から突然ということで、J1 の はい。予想をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、ここね、たいまあ、毎年、まあ、シーズン更新の手前ですかね。手前、まあ、2週間ぐらいですか。そこら辺で登場するものになりまして、まあ、エクスペといえばね、やっぱ結構 J クラ内でも、うん、結構注目度高い、まあ、限定になってますので、まあ、そういった意味ではね、今から結構楽しみに、まあ、ここを狙おうかなと思っている人も結構いるはずなんでね。はい。まあ、そういうのはね、早めにね、なるべく予想しておいた方がいいだろうということで、やっていきたいと思います。 まあ結構ね、やっぱりね、エクスペといえばね、いろいろまあ、ユーザーのね、コンタンがぶつかり合うような、はい、えー、投票になってると思いますので、まあ各チームこの選手って結構自信があるところは一人予想でやっていきたいんですけど、まあさすがにね、ちょっと一人じゃ難しいというところもね、結構ありますので、まあそういったところはね、まあ各クラブ二人ぐらい、はい、えー、ここに出していきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで早速中身のうちに入っていきたいんですけれども、 まずね、まあ、エクスペがどういうものなのかというところを一旦ね、ちょっとおさらいの意味も兼ねて、えー、やっていきたいと思います。では、こちらです。はい、ここエクスペとはということで、まあ、ユーザー投票によってね、決まる限定となっております。で、これはですね、何によってまあ決まるかというと、先日行われてましたボリューム2はですね、 まあ、来シーズンに活躍を期待できる選手は誰なのかというところね。期待する選手は誰なのかということで、まあ、アンケートが実施されてましたよということで、こちらの、まあ、アンケート結果の各クラブ一番上位の選手が、まあ、登場するかなと、はい、いうところが予想されます。まあ、ただですね、ここ J クラ要素もね、考慮しないといけないですよね。予想とかするとね。で、あともう一つ言えることが、まあ、例えば、今シーズンオフに、まあ、移籍した選手っていうのは、 おそらく、まあ、ボリューム1の見方とかも兼ねてみても、まあ、多分除外されてるだろうなと。うん。まあ、そういうふうな感じがします。おそらくね。はい。まあ、もしかしたら入ってるかもしれないですけどね。まあ、そこはちょっと J クラさん側の考慮として、多分、まあ、外してくれてるんじゃないかなと。まあ、むしろ外さないでほしいという人もいると思いますけどね、まあ。外れてるということもちょっと考慮して、はい、予想していきたいなと思います。 で、あとですね、ま、J クラ要素としては、ま、期待できる選手というところは当然なんですけれども、ま、例えば今シーズンちょっと怪我をしてて、ま、カードが出てない銘柄級の選手とかは特に出やすいですよね。はい。ま、ある意味来シーズンね、ま、怪我を直して期待したいっていうところで入ってる可能性もあるし、やっぱり J クラ的なカードとして出てほしいというね、ま、ユーザー側の、ま、意見とかも取り入れられた、ま、投票結果になっててもおかしくないというところも、ま、ちょっと考えながら、 ま、予想はね、え、立てていきたいと思います。よろしくお願いします。で、あとよくね、この時期言われてるのは、ま、まだ出てるクラブ、出てないクラブはあると思うんですけれども、ま、ユニフォームのね、購入数とかで、ま、ある程度当てになるんじゃないかっていう話がありますけれども、ま、あれはどうなんでしょうね。ま、ただちょっとま、そういった J クラ要素を考慮してない投票になるんで、あれの通りに絶対なるっていうわけじゃないんでね、ま、ちょっとは当てになると思いますけどね。ま、それプラスアルファで、ま、今までね、ま、僕の、 はい、J クラやってきた缶をね <laughs>、混ぜて、はい、こっちの方で、ね、ぜひよかったらね、参考にしてください。でも当たる保証はありませんよということで、えー、予想をやっていきたいんですけれども。じゃあまずはですね、6クラブですね、札幌から、えー、川崎までをじゃあ見ていきましょう。こちらです。はい、ここ上から順位なんですけれども、まず札幌は中村投也選手。ここはもう一択でいこうかなと思います。 まあ、他の候補としてはね、まあ、そうね、誰だろうね。まあ、宮澤選手あたりとかですかね。うん。とか、まあ、沢井選手あたりとかになるんですかね。北海道とかだと。まあ、そういったところの選手たちとか。まあ、あと活躍してるところで言ったら、浅野選手とか岡村選手あたりとかね。まあ、あとスパチョーク選手あたりとかも面白いかもしれないね。こういったところ、結構票が集まりそうなんですが、まあ、ちょっと後半の活躍とか、まあ、そのサポーターの方の期待とかが伝わってくる選手。 が、まあ、まあ、そうね、いろんな選手いるんですけど、まあ、個人的にはそういったところ考慮しても中村選手がだいぶ、まあ、個人的には抜けてるんじゃないかなと、はい、予想したいと思いますので、まあ、ここはもう実質一択で、はい、出したいなと思います。まあ、ただですね、札幌他にもいい選手いるんで、まあ、当然ね、そういったところの選手の可能性もあるということを踏まえた上でね、ぜひ皆さんも準備しておくべきかなと思いますね。はい。 で中村選手ね、意外とまあレギュラーが今61ぐらいですけど、まあ来シーズン、まあ、今シーズンも、ね、特に後半は活躍目立ったと思うんで、来シーズン頭とかになるともうちょっと高いかもしれないね、70代とか入ってるかもしれないですが、ま,あ、まだまだね、これからまあ伸びてくる選手の一人なんで、ここでエクスペとかが出ておくと、まあ、ちょっとサポーター目線からしてもありがたいのかなと。うんまあ、こういう選手は結構選ばれやすいなという過去からの傾向があるので、えー、押させていただきたいと思います。まあよかったら参考にしてみてください。 で次、鹿島ね。はい、ここ、柴崎選手。柴崎選手ね。はい。えー、予想させていただいてますが、まあ、柴崎選手もね、まあ、復帰してから、まあ、なかなか試合には絡め、ね、まあ、絡め、ね、まあ、そうね、めちゃくちゃスタメンでバンバン出てるってわけじゃないので、ちょっとカード化がね、どうしても厳しい、うん、感じになってまして、まあ、もしかしたらね、フォーカスとかのあの流れでね、出てくるのかなと思ったんですけど、出てこなかったんでね、まあ、これはね、やっぱね、サポーターの方、まあ、やっぱね、柴崎選手といえばね、 まあ当然、あの、ハイ抜きの選手ですからね。はい。ということで、まあ、ここも入ってそうですけどね、票がね。はい。まあ、エクスペということで、は、まあ、人気投票の一環となると、やっぱ人気高い、まあ、柴崎選手のね、まあ、部がいいんじゃないかなというところで、ここもまあ、一択予想で、はい、出させていただきたいなと思います。はい。じゃあ、続きまして、裏はですね、ここは、ここもまあ、同じような感じで、中島翔也選手。はい。 まあここは復帰して、まあね、えー、ここも、まあ、リーグではちょこちょこ出てましたけれども、フォーカスとかに絡むような登場はなかったですね。はい。まあ、ここもね、ちょっとあるのかなと思いつつ見てたんですけれども、まあ、なかったということで、まあ、エクスペとかで票入ってんじゃないかなという感じですね。まあ、浦和で言うと、結構銘柄級の選手、確かにいるんですけれども、去年もね、まあ、入ってた選手がリンセン選手だったんで、どっちかというと、やっぱ、そっちの J クラ要素が強いクラブ、投票に現れやすいクラブだと思うんで、 そう考えると、主力選手よりもこういった新加入選手でしかも結構期待されてそうな、来シーズン期待されてそうな選手というのが部外クラブなのかなというところも一応予想の参考にさせていただいてます。他にもね、阿部選手とか、そういったところももしかしたらワンチャンスあったりとかするのかなと思えば、ちょっと楽しみなクラブの一つでもありますが、浦裏といえばね、特にね、あと攻撃的なポジションの選手出してほしいと思うんですよね。 うんホセカンテ選手がトップスコアーーとかで来ますけど、まあ、引退ね、表明もされてて、もう引退決まってるので、まあそういう要素とかもあるし、とか考えるとちょっと後ろに比重がね、重いんで、まあここは、まあ攻撃的なポジションでもある中島選手ね。はい、そういったところでも押しやすいということで、まあここもほぼ一択で間違いないんじゃないかなぐらいで出しておきたいなと思います。はい、じゃ続きまして、柏レイソル。まあここはね、まあ銘柄金の2人どっちか,かなっていう感じですね。 ま細、あ、谷選手の方が若干可能性高めかなというところで20丸にしてましてで、マートゥス・サビオ選手が丸ということではい、出してますま細、あ、谷選手といえばねまあ、前半もエクスペ出てるんですけれどもあんまりね仕上がり良くなかったんだよねだからそういうところも兼ねてもう一回リベンジチャンスみたいな感じで票が入っててもおかしくないなという予想ですねはい。 で、サビオ選手もね、ここ当然まあ人気ね、ところの選手なんで、まあ、クラちゃんとかでね、使いたいという人もね、いたときに、まあ、結構やっぱりここらのまの、銘柄系の選手たちの票っていうのは集まってくるかなと。で、結構古賀選手とかもね、ワンチャンスあるかなと思ったんですけど、古賀選手はどっちかというとね、多分ですけど、リーグ目当ての人が多いんじゃないかなっていうふうに踏みました、予想的に。カードとしてそっちのカードが結構強めで出る選手なんで。 うん。なんかそこも兼ねて、まあ逆にね、そう、だからこそエクスペに入れるっていうのもあるかもしれないですけど、まあこの二人がちょっと目立ってるかなっていう感じですかね。ここはまあ、主力級の選手たちが選ばれる予感が、まあしますね。はい。ということで、まあレイするこの二人のどちらかかなと思います。はい。で次、FC 東京ね。まあここもちょっと悩みましたけど、どっち二0丸にするかみたいなところね。まあ松木選手にしました。はい。まあここはもうね、あの、期待、 人気がすごいうん選手ですね、はい。で、まあ、ほぼほぼね、普通だったら松木選手1択ぐらいでも予想を出していいんじゃないかな、バーンっていうところに、まあ、やっぱりここ無視できないなというところで、まるで、まあ、田原積田選手、はい。まあ、先日ね、あの月間ベストゴール出てますけれどもあの、チャレマ集会ね、結構しやすかった時期とかがあるんで、EP をね、結構ね、メインでつけてる人もいるんじゃないかなと思うんですよね。そういう人たちからすると、ここは、まあ、エクスペとかがちょっとやっぱり。 ね、あのー、まあ欲しくなる、うん、感じもするんじゃないかなとで松木選手を一択にしなかった理由としては前半がね意外とねカシウ選手だったんだよね、うん、だから松木選手っていうのは、まあ、去年ね前後半とかでエクスペ出てるんだけれどもそこで結構取っちゃって満足してる人もいるんじゃないかなとだからまあ年々票が減ってきてるのは事実だし、まあな,んなら限定とかになってきたらもう85超えるようになってきたのもちょっと大きいのかなと いうところで、まあ、これね下手したらね、田原澄也選手の方が強いかもしれない。うんまあ、過去の実績から言うと松木選手なんだろうけれども、というところがちょっと、まあ、ここは気になりますが、まあ、実質2択みたいな感じですかね。はい、ここもどちらかだと思います。はい、で、このページ、最後、川崎ね。まあ、ここはやっぱ高井選手がちょっと抜けてるんじゃないかなと、まあ、ほぼ1択ぐらいの予想で出したいなと思ったんですが、や、ま、っ、あ、ちょっと気になったのがジェジウ選手かな。うん まあ、ここをね、なかなかちょっと今シーズン怪我で絡めなかったし、まあ、そういった意味も含めて、まあ、普通に、あの、期待できる期待したい選手としての評が、まあ、復帰してからのね、期待というのが入ってるんじゃないかなというところで、まあ、ちょっと選びやすい、うん、感じはしましたね。ただまあ、やっぱ高い選手のね、去年のまあ23シーズンの、まあ、インパクトというのは強めだし、まあ、ここはね、ここで85以上出してほしいというね、サポーターの人が多いんじゃないかなというのは、もう結構感じます。はい、正直ね。 まなので、まあ、ここはもうほぼ一択ぐらいと思うんですけど、まあ、ちょっと JJ 選手も気になるなぐらいで、はい、出しておきたいなと思います。はい、ということで、えー、ご覧のロッククラブは以上の予想となってます。まあ、よかったら参考にしてみてください。はい、じゃ続きまして、マリノスから京都ですね、の予想を見ていきましょう。こちらです。はい、ここまずじゃあマリノスから見ていくんですけど、まあ、マリノスは、まあ、二丸が宮市選手、丸が水沼選手と出させていただいてます。 まあ、マリノスって言えばね、前半山根選手が出たんでね。まあ、山根選手が出たってなると、あとね、まあ、基本的に若手選手もちょこちょこいる中で、まあ、その、急遽出してほしいみたいな選手がいるようには僕には感じなかったので、どっちかというと、やっぱマリノスって、そのチーム柄ですね、結構限定対象になる選手多すぎて、限定が出ないっていう選手もね、結構いるんですよね。で、出にくい選手もいるわけですよ。出にくいというか、全体的にもそんなにいっぱい出るような雰囲気じゃないので、 ってなった時きに、まあ、ここまでやっぱね、エクスペといえば宮市選手がだいぶ強いんですよ。あの宮市選手がだいぶ強いんですよね。はい、ということで、まあ、ここに関して言うのであれば、うん、まあ、宮市選手が、まあ、筆頭に今回もなってくるのかなと。まあ、レギュラーとかで出てますけど、まだ限定カードとかね、ちょっと見れてない感じなので、まあ、エクスペで拾われる可能性は高いなと思います。であと、まあ水沼選手もね、ちょっとね、後,後半ちょっと出番が減 たらこここううういいとととで票集ままるのかなというふうにちょっと読みましたこれたれだ先読みも入ってて、うーん、まあ、どうなんだろうね。<laughs> 表面的に。まあ、限定結構、この後半シーズンに水沼選手結構出てたんですけど、今シーズンはちょっと厳しそうなんで、まあ、そこも兼ねて、まあ、ちょっと後半で1枚出て欲しいな、みたいな感じで入っててもおかしくないかなと思いましたが、まあ、ほぼここももう一択宮市選手ぐらいで、はい、考えてはきてましたので、 まあ一応丸で水沼選手入れておこうかなみたいな感じですね予想としてねはいで次横浜 FC まあここもちょっと悩みましたけどまあ井上潮選手を二0丸にしましたまあここもねまあ主力級の選手が出てきそうだなって雰囲気を感じましたね正直ねうんでその中でもサポーターの方の期待が高そうな選手といえばまあ井上潮選手が一番手に上がってくるんじゃないかなというところでまあここはもう素直に もうね、来年活躍期待される選手だろうなというところで、はい、出してきまして、まあ、ただ一択だとちょっと心細いので、まあ、まるで山根選手、うん、あたりとかね、まあ、ここら辺ちょっと人気ありそうな選手なんで、で、かつ、まあ、昨シーズンも別に悪くはなかったんでね、まあ、そういう意味でも、まあ、今シーズン、まあ、24シーズン、まあ、活躍が期待されてる選手の一人なんじゃないかなというところで、まるで、はい、出してます。まあ、山根選手が、8 5を超えたことないかな。 というところであれば、ちょっと有利な気もしますが、まあ、井上選手もね、まあ、結構今シーズン、まあ、評価上げてる選手なんで、まあ、ここもまあ、どっちかかなという感じで出してきましたけど、まあ、あと可能性があるとしたら、まあ、ユーリララ選手とか、まあ、そこら辺の選手たちなのかなと思いつつ見てましたけど、どうでしょうね。はい。というところで、まあ、注目かなと思います。はい。で、続きまして、湘南ベルマーレ。はい。ここは2 0田中聡選手で出してきました。 まあ、レギュラーこそね、85超えたものの限定がまだないということで、まあ、そろそろ、なんか、エクスペとかで、まあ、好まれる選手なのかなと。で、もともとまあ、そうね、まあ、あの、海外行く前とかはね、こういった枠に結構入ってきそうな候補の選手だったので、まあ、そういった意味でもね、まあ、餌残してる人も結構多そうだし、まあ、こういったところでね、一発、まあ、EP 目的とかで、まあ、票が入ってもおかしくない選手なのかなというところで、20丸で出してます。で、丸予想がね、これ、キムミンテ選手にしました。はい。 ま、ここもね、まあ、後半ね、あの、期限付きで移籍してきて、鹿島からね。まあ、そこで、まあ、しっかりハマり込んでて、まあ、来シーズン完全になったということで、そういった意味での期待とかもね、入ってそうなので、まあ、ここも、うん、今日入っててもおかしくないんじゃないかなと。で、限定というところがね、まだ出てないので、まあ、チャレマ周紹介もできるというところのね、利点もあるので、まあ、ちょっと人気柄になってもね、おかしくない、ないんじゃないかなというところで予想をさせていただいてます。 まあ、湘南といえばね、まあ、町野選手がだいぶ強かったですけど、まあ、町野選手がいなくなった今ね、まあ、誰が選ばれるのかというところで、まあ、鈴木選手あたりとかもね、若手のね、あそこら辺もちょっと注目に上がってくるんじゃないかなと思いますが、まあ、誰が出てくるか、はい、楽しみですね。はい。続きまして、新潟ね。はい、ここもちょっと迷いましたけど、まあ、二重丸で長倉選手。はい、ここね、夏で、まあ、群馬からね、新潟に移籍してきた選手ですけれども、 まあ結構ポテンシャルやっぱ高そうな選手ということで、まあ来シーズンはね、頭から見れると思うので、まあファンのね、サポーターの期待も、まあ結構高まってる選手の一人かなと。まあ結構ね、いろんなところで注目どころ、まあ、やっぱりね、注目選手として名前が上がってくる選手だと思いますので、まあ J クラ内でもね、やっぱり票が入っててもおかしくないのかなという読みで、はい、2 0丸予想にしてます。で、ここ、丸はね、高木義明選手。はい、ここもまあ前半一応フォーカス出ましたけれども、ちょっと後半の限定は厳しそうだなというところと、またやっぱ人気高いと思うんでね、 まあはい、もう本当にね、あのー、まあ、投票系とかもそうだし、まあ、大体なんかそういったところでもね、上位に入っているイメージがあるので、はい、ここは一発あってもおかしくないかなというところで、もある予想でしてます。はい、じゃ続きまして、名古屋ね、ここはね、まあ、一択ですね、まあ、久保選手かなと思います。まあ、後半ね、えー、藤枝から移籍してきまして、まあ、しっかりね、結構ハマり込んでたイメージがあったので、まあ、フォーカスの出方見てるとね、まあ、ワンチャンスあるのかなと思って見てたんですが、 なかったですね。<laughs> はい。ということで。まあ、もしかしたらね、この後出てくるかもしれないですけどね、フォーカスね。ということで、まだわからないんですけど、現状、まあ、名古屋に来てからの移籍が、あ、移籍じゃない、限定がないので、まあ、ここもね、票入りそうだな、と。うん。いうふうな感じがしましたね。はい。まあ、若手選手とかに入るよりは、まあ、久保選手。うん。まあ、強めかなと。で、あと、丸で上げるんだったらもう内田拓也選手ぐらいですかね。はい。 まあここら辺ちょっと予想しようかなと思いましたけど、久保選手がちょっと強めに見えましたので、ここはもう自信持って一択で、はい、出しておきたいなと思います。で、最後、ここ、京都ですね。はい、京都もね、ちょっと迷いましたけど、福田選手ね、はい、ここ20丸にしました。今年ね、結構しっかりと試合出てて、期待の若手選手の一人だと思いますので、なかなかね、まだ、まあ、レギュラーとか限定とかで85以上出るところの雰囲気というのはまだないんですけど、まあ、来シーズンの成績次第ではね、 まあ結構やっぱディフェンダー、あこら辺の、ね、ラインとかも抜けてますしね、選手がね、まあ、主力として活躍するとかになってくると、来シーズンね、高グレード狙えそうですが、まあ一旦ここでね、やっぱそういったところの期待とかもね、背負ってるイメージが、まあ、ありますので、まあここもね、結構京都サッポの方からねしたら名前が上がってきそうな選手だと思うんで、はい、自信持って2 0丸つけたいなと思います。で、あと対抗の丸であるんだとしたら、まあ平戸選手かな。うーん。 まあ、ここはやっぱりね、町田時代からの積み重ねがあるし、まあ、今シーズンちょっとなかなかニューウェブ以外がね、ちょっと見れてないというところがあるので、まあ、そういった意味でね、まあ、てか2年目なんでね、移籍してきてね、そういった意味でのまあ期待とかもあると思いますし、やっぱもともとね、まあ、町田でしっかりとね、主力として活躍してた選手なので、まあ、そういった意味でのね、期待とかもね、まあ、2年目になるとよりね、大きくなってるんじゃないかなというところを踏まえて、まあ、ここもね、丸予想で拾ってきてます。 まあ、ここもちょっとね、福田選手、まあ、ぶっちぎりとは言えないんですけど、まあ、平戸選手あたりとかがね、対抗として、まあ、どっち、まあ、ここも、まあ、どっちが出るかな、みたいな感じで、まあ、見たいなと思いますけどね。まあ、と気になるとしたら、まあ、そうね、他にいたかな、選手ね。まあ、上位の方とかで言うとね、まあ、原太一選手とか豊川選手あたりとかね、まあ、当然注目集まってると思いますが、まあ、ここはちょっと J クラ的要素をね、組み込んだっていう感じですね。はい。ということで、6チーム以上となってます。ここもよかったら参考にしてみてください。 はい。じゃあ最後ですね。ガンバ大阪からトスのロッククラブ見ていきたいと思います。ではこちらです。はい。ここじゃあガンバ大阪からの予想なんですが、20丸がどっちか迷いましたけど、まあ黒川選手にしました。まあここね、活躍の割にはね、85以上出ないんだよね。うん。まあ礼遇されてる僕選手の一人だと思ってるんですけど、 まあそうなるとやっぱガンバサポのそろそろね、まあ管理袋のも切れてきてるんじゃないかなというところで、まあ黒川選手のやっぱ85以上というのは見たいんじゃないかなというところで、まあここはね20丸で押してますが、まあやっぱりね、このね、ガンバ大阪の投票系で強い選手といえば、丸にしてますが倉田選手なんですよね。で、今シーズンまだね、そういったカードも出てない。ということはまあここでね、結構票入るんじゃないかなというところを見て、 どっちなのかなと思いました。そのまあ、黒川選手に対しての85以上が出てほしいという気持ちか、倉田選手はやっぱり年1は更新したいよねって気持ち、どっちが勝つのかなと考えたんですけど、まあ、こればっかりはね、ちょっと難しかったですね。なんならね、今回ね、あの、<laughs> 18クラブの中で一番迷ったかな。2択までは結構絞れるんですけど、どっち20丸にしようかなというところでちょっと悩みましたが、ここはま、黒川選手を20丸にしてます。 まあこれも過去作で一応倉田選手が出てるっていうのもまああるかなっていうところですかね。うん。まあ黒川選手も多分まあこのままいけば来シーズンこそは、まあ限定とか言ったら85超えそうですけどね。と言って全然超えてこないんでね。はい。まあここはちょっとどっちに票、まあ割れてそうですけどね。どっちに票が入ってるのか、まあ誰が出てくるのかちょっと楽しみな。ある意味楽しみかなと思いますね。まあ個人的には2択だと思ってますけど。はい。で次、セレッソ大阪。まあここももう1択ですね。清武選手も1択かなと思います。 まあ、ここ間違いないんじゃないかなぐらいで強めに押したいんですけど、まあね、日頃から、まあちょっと怪我とかがあってね、今シーズンも特に、まあ出れ、まあ満足しては出れてないというところで、限定カードとかも、レギュラーカードとかもない。まあ、それはちょっとさすがにやっぱ寂しいんじゃないかなというところで、まあ前半はね、あのー、投票形態がちょっと違かったのでというところありましたけど、 まあ、清武選手かな。うん。まあ、ここはもう選ばれてくると思います。まあ、やっぱり、これまで見てもね、あの、まあ、言ったら、来シーズン、まあ、怪我とかから治って復帰するっていう意味合いもあるでしょうし、来シーズンの期待というのはね、まあ、当然復帰の期待が高まってると思うんで、そういった意味でもね、まあ、票を集めそうだなというところで、まあ、ここはもう硬いかなと思います。え、神戸。まあ、ここもね、ちょっと硬そうですね。菊池選手かなと思いましたね、個人的に。 まあ結構ね、このシーズン、センターバックの選手のヒットはありましたけどね、本田選手とか山川選手あたり。まあやっぱりね、昨シーズンとかまでね、しっかりと、まあ主力で活躍してた菊池選手。まあ今年ちょっとね、怪我で、あ、去年ね、怪我でボフで降りましたけど、まあやっぱりね、復帰してくる来シーズンは期待高まってるんじゃないかなというところで、はい、ここもね、楽しみですね。はい、まあおそらく票は入ってるでしょう。で、広島。はい、ここもね、まあここはちょっとね、若手選手が強めかなというところで、中野選手かな。うん。 まあ、ここもほぼ一択ぐらいじゃないかなと思いましたけど、ちょっとみ、ね、小清水選手もちょっと気になったので一応丸にはしてますが、まあ、中野選手もね、まあ結構今シーズンしっかりと、まあ活躍した選手の一人だと思いますが、まだね、なんかこれといったカードが出てないので、まあやっぱね、広島って言えばちょっと余裕があるクラブだと思うんですよね、なんならね。なんでかというと、まあ、三田選手とか、あそこら辺の若手の上の方の選手たちがしっかりカード化されてるからね。まあ、だからこそこういった若手の、まあ出始めの選手とかにしっかりと目が向くんじゃないかなというところで、 まあそうなってくると誰かなってなったら中野選手かなと。はい、ここは思いました。もしかしたらまあね、まあ腰道選手とかもしましたけど、ただここね、硬いとは言えないのが、まあもう一人だけ気になる選手がいまして、まあ加藤睦月選手なんだよね、ここね、僕からすると。まあ加藤選手とか票入っててもおかしくないかなというところがあったので、意外と割れてると思います。割れてるんだけれども、まあ若手選手の誰かが出てくるかなと。まあこれまでそんなに、まあね、あの、なんていうかな。 85以上の目立ったカードとかが出てない選手がいずれにしてもまあ出そうかなというのはもう間違いないんじゃないかなと思います。まあただ誰になるかがちょっとわからないというのは少しあるかなと思います。はい。で、次、アビスパね。はい。ここも個人的な要望ですけども、ユーザー選手20までしておきます。はい。あの、出してあげてください。はい。僕のためにも。<laughs> そろそろね、まあ、ユーザー選手もでもそろそろ85出ていいと思うよ。今年の活躍からしてもまあまあね、安定してましたし。 まあ、やっぱりクロス性でも高いし、うん。なんなら J クラとかのね、今でいうサイドハーフとか結構ハマりそうなね、選手なんですけどね。まあ結構ね、しっかりと、まあ運動量もあるし、ね出してあげようよ。安倍サポの皆さん。ということで、はい。もう投票終わってると思いますけどね。はい。まあ、ユーザー選手20丸。まあ、ユーザー選手が出ないとなると、まあ、そうね、期待値的にはまあいろいろね、いろんな選手います。まあ、佐藤良河選手とかもそうだし、 まあね、まあ前半出ました、あの、鶴野選手とかもそうだと思うんですし、まあ、いろんな選手に期待高まってると思うんですけど、まあ後半のやっぱり活躍見てると、長石選手の期待とか結構高いんじゃないかなと思います。で、これね、アビサポ目線から言うとですね、一つね、やっぱネックになってるところだと思うんですよね、ゴールキーパーね。で、来シーズンもポジション争いが結構あってもおかしくないんで、こういったところで票入れとかないと出ないんじゃないかなと。で、もしくは、 村上選手を取りそびれた人からしたら、ここは票入れるんじゃないかなっていう風な感じに見えます。個人的には。やっぱ、純正とか作ってて一番ネックになりそうなとこなんで、はい。個人的には、もう、キーパーというのはちょっと有利なのかなっていう風な感じがします。まあ、ただアビス、アビスパーといえばね、前さんがずっと出てるんでね、まあ、そこの画帳が崩れるのかっていうのもちょっと、まあ、気になりますね。まあ、そろそろみんな、もう、いいんじゃないかなと。うん。まあ、前選手はね、だってね、普通に限定ででもね、 あの95とか超える可能性ありますからね、まあ、わざわざエクスペル取らなくてもっていうね、そろそろここ根付いてくるんじゃないかなと、はい、予想に入れておきたいと思います。だから今回、外しましたね、はい。で、最後、トスね、ここは本田選手2 0丸横山選手丸でしましたここもね、20○ 丸の差、ちょっと迷いました。まあ、横山選手が一応、トップアシストの権利を持ってるっていうのもあるんですけど、まあ、出てきてもおかしくないかなとうんいう反面ね、やっぱ本田選手が結構強めには見えるんだよね。 今シーズンね、前半バーって活躍してて、ちょっと怪我があったからね、あれがなかったら、まあ、それなりにいいカード出てて、横山選手が、みたいな感じになりそうでしたが、うん、ちょっとね、まあ、それの怪我の影響もあってか、ちょっとカード伸び悩んだんでね、うん、まあ、今年もこういった投票系で入ってきてもおかしくない選手かな、というところと、まあ、やっぱりニューウェーブですよね。ニューウェーブ横山選手がどれぐらい食い込んでくるか。まあ、ここはね、来季の期待値、まあ、結構一緒ぐらいじゃないかなと思うんでね。 まあ、どっちが、まあ、高まるかで、まあ、どっちが出るか決まるんでしょうけど、まあ、ここも2択だと思いますけどね、どっちかが出そうな、はい、感じがしますけど、まあ、どっちが出るか楽しみに待っときたいなと思います。はい、ということで、今回ですね、エクスペの、えー、投票予想、はい,い,やい,やいや、登場予想ね、ごめん、登場予想をさせていただきました。で、今回はですね、J1 編ということで、札幌からトスまでやってきましたが、 まあもうちょっとね、ちょっと、まあ明日、この動画が上がる次の日ぐらいから、多分また限定更新とか入ってくると思うんで、まあちょっと J2 の方はね、少し期間が空くと思いますが、またね、しっかりと予想して、まあ出していきたいなと思いますので、も良よかったらね、そちらの動画もぜひね、チェックしてみてください。では、えー、今回の予想動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ここにでで失礼します。バイバイ。